ということで、私が先ほどまでレベル上げで何を使ってかというと、マンドラゴラなんですね。で、この3つをふんだんに使って戦っていきたいと思います。この戦隊で行くぜ、うちは。バトル！悪くないカードだね。でもそのカード効かないよ。ついよ、うちのマンドラゴラ！勝てるやついんのかよ、これ。さあ、ここは一つ、もらうよ。戦う。べー！コンボいった方がいいな、これ。縦一列だな。え？うちのマンドラゴラちゃんが取られる。こっちだ。コンボ来た。勝てんのか？ぶっ壊れなんだけど、これ大会で規制した方がいいや、このマンドラゴラのカード。25ってなんだよ。全部取った。お、全部くれる。やったやったやったー。大儲けだじゃねえんだよ。トレの場で来て何やってんだ、名律お前。はしゃぐな、お前みたいなやつは。押してねえもんかな。この1ギル差し上げましょうか。気使えんな。しょっちゅう修理しないと進めねえのさ。潮風にやられるよりきついな、そりゃ。いいから姫様のとこ行けよ、お前。コンボだー！パーフェクトであります！全部カードもらったであります。これにはさすがの姫様だって。笑顔を見せてくださるでおじゃる。貴族ってものになるんだね、ナタリー姉ちゃん。そんな夢を粉砕していく名律であった。本来そのような娯楽に筒を抜かすつもりはないのだけど、いいわ、相手になってあげる。この名律、不肖名律、マンドラゴラで全てを破壊する次第であります。この最強の艦隊に勝てるのかな？うちが先行だ。できれば相手の出方を伺いたい部分であったが。まあ置き方としては左軍に置いていくっていう感じっぽいんで。うちのマンドラゴラ最強なので、まあそんな安牌は飛んなくていいだろう。ここだな。まあ安牌取ってくるね。ここだと死んじゃうから。右下。ここを置くと左もカバーできるっちゃできる。勝てねえよ。まあ。ってなってくると、このマンドラゴラちゃんが死んでるから、ここに置くっていうので合ってると思う。さあ、飛び込んできな。もうお前は針のむしろに身を投じているに過ぎないのさ。ガッタで。さてと、やることといえば一つ、カードの強奪ですよ。どんどんデッキが強くなっていく。カードバトラー、名律の。お前、これで生計立てろよ、マジで。みんなが路頭に迷ったら。さっきの盗賊に教えてやるよ。こんなところで窃盗を働く暇があるんだったら。カードバトルで相手から、レアリティの高いカードを奪って、それを転売するのである。部族な町ね。でも早く、白金の針を見つけて、ウィーク。まずいぞ。ウィープ。こっちは。猫ちゃんいる。これはあんまり重要じゃない。なんじゃと、うちのバースは3年前にぽっくり言ってもうたがの。いや、そうじゃなくて、どんな石化しても治ってるっていう。これ、そうか、お気遣いありがとうございますじゃ。ピンピンしておりますでな。いや、このじいさん暗号を喋っているんじゃないか。どうもありがとうございました。頑張るんじゃぞ。負けちゃいかんぞ。この漫画のさ、単行本買った時に後ろの方についてくる4コマみたいな。なんか何とも言えないキャラクターの素性は知れるけど、別にそこまで面白いわけじゃないみたいな。カードバトルは名律。私とカードゲームしたいのね。カードゲームしてあげるの間違いなんだよね。こっちからしたら。デュエル。なんだとマンドラゴラを持ってやがる。ついにここにまで、この町にまでマンドラゴラが侵食されていたのね。簡単なゲームだった。ここはいけるな。オーケーオーケー。何そのカード超強い。うーわ、コンボ決まった、これ。マンドラゴラでトリックか。なねこの少女のカードゲームなかなかやるで。ああやはりマンドラゴラ。やはりマンドラゴラだったが。うちのマンドラゴラちゃんかーレベルが高いな、この女。仕方ねえ、うちのアイロネート軍団で行くしかねえ。行くぞ、アイドレードマンドラゴラデッキだ。大会禁止カードは路上で使う分には関係ないですよね。こいつ結構強いんだよな。その問題、マンドラゴラが来た時にどんぐらい対応できるかっていう部分なんだけど、これは横一線直列つなぎでいくか。大丈夫だ。ナイスコンボ。オーケー。マンドラゴラに勝つとはなかなかやりおるじゃないか。ここは多分ここ1個置いていいな。上方向の、よしよしよし。そしたら今度はここに右に置く。勝てるのかな、うちのマンドラゴラ。あー、そこだけ取れたらパーフェクトだったな。これ、普通にもう、マンドラゴラもいっぱいもらった方がいいんじゃないか、これ。マンドラゴラカードを養殖した方がいいな、ここで。印刷機でたくさん吸った方がいいな、この町で。いいから、姫様のとこ行けよ。ミスリルだが、鍵がかかっている。おーっと、貴族の社交場なのではないか。盗賊っぽいやつもなんか数名、ちょっと、1名だけちょっとすれ違ったけど、何も取られてない。ビショップは非常に学問に興味の様々。合成を経営したり。お、いいじゃないのよ。合成させてもらおうかな。お、バタフライソード。デザートブーツ。金のチョーカー。あー、リネンキュラッサーとかたくさん持ってた方がいいんだね、やっぱ。デザートブーツと、じゃあバタフライソードもらって。雷の杖はさすがに持ってないな。三角帽子。なんだこれ、めっちゃ強い。ゲルミナスブーツ。これ装備しよう。あ、お前しかいないのか。経過 HP10% アップ。まあいいか。今はお前に預けといてやる。いいから、姫様わい。どこ行った姫様。明律は一人で寂しいですぞ。お、ここなんじゃないか。あんたもクイーンにステラッツィを持ってきたのかい。どうせ偽物だろ、バレちまうよ、あの鳥おばさんにはね。うるせえ、デュエルだ。デュエルかい。ああ、マンドラゴラ3体に加えて、私の今一番熱いデッキを見せてやるよ。デュエル一直線の時が一番きついんだよな。このドラゴン強いの全方向を完備しやがる。だって上に上にっていかないといけないから、全方向ドラゴンがちょっと死んでるかなって感じだけど、ここを、あーミスった !1 個左、マンドラゴラがまさか負けるとは。ここ全方向取り行きたいな。ここを置いたら勝てんじゃないか。え、負けた。やっぱマンドラゴラ最強だ。オッケー、コンボナイス。終わりだよ。やばい、この全方向負けた。どこ行く？オッケー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 。よわ、マンドラゴラよこせよ。こいつ結構しょっぱいな。でも取れるだけ取っとくか。でやる。あ、いいね。この広いステージはかなりいい。この全方向ドラゴンは、下が空っぽになってる時に強いんだよ。この場合、ここに置くのが最強だな。勝った。OK。ってなると、次は、ここに右側を完備できてるところを置いて、やばい。マンドラゴラでそこコンボ取れないな。何？全方向ドラゴンで勝つ。OK！ 何？そしてここで3000度火薬全方向ドラゴン。コンボ狙いたいけどコンボできない。あ、ここコンボいけるわ。右もいけんじゃないか、これ。ああー！マジマンドラゴラ奪い返す。こんなことあってはならない。いくぞ。最強デッキで挑ませてもらう。くそ、マンドラゴラ出してきやがった。いや、マンドラゴラにはマンドラゴラだ。え、なんかそっちマンドラゴラ強くない？いや、やるしかねえ。来た！よしよしよし。これどうしようかな。これ、上狙えないな、うちのカードじゃ。安牌で左狙うか。は？おい、まずい。マンドラゴラ取られる。やばい、攻撃できない、どこにも。うちの牙城が完全に行くぞ、黒浦。新参者も出していく。なんかもっと強いやついないのか。この 1M なんとかっていうやつが結構強いっぽいんだよな。あ、イエティいいじゃんかよ。ミミックも行こう。この寄せ集めはやめなびパーティーで行こうじゃないか。そいつは取れるんだよね。左も完備してるやつのが良さそう。ここだ。青。やっぱ全方向ドラゴンいないとこれはちょっときついのか。上のライン取りたいな。あー、マンドラゴラ強すぎるー。で、上狙えないんだけども。オッケー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 。マンドラゴラ出すな、マンドラゴラ出すな。もうマンドラゴラに触れない方がいい、これは。下手に。やばいな、これどこ置いても狙えないな。抑えに行くか。これ抑えに行こう。いや、これ攻撃されなきゃ勝てるな。オッケーオッケーオッケー。あれ、マンドラゴラ取れてないから。マンドラゴラだけは絶対死守する。仕方ない、全方向ドラゴン全部全能していく。マンドラゴラにはマンドラゴラじゃないと勝てないんだよな。まず左下にこれを陳列して。で、マンドラゴラでマンドラゴラを奪い返す。あーっとらららら。全方向ドラゴンで勝つだろう。で、コンボ、オッケーオッケーオッケー。マンドラゴラ出すな、マンドラゴラ出すな。ここだ、ここで。勝てない。じゃあ、もうマンドラゴラ飛んないで、本当にマンドラゴラ飛んないで。もう嫌だ。もうマンドラゴラちゃんいなくなった。うちな。ああ。全財産失ったのと同じだ。うちの家宝が。マンドラゴラちゃん。もういいよ、お前。もうカードバトラーメイリスがまだ一時代も気づけなかったじゃないか。カス野郎が。ステラって集めてるざます。もういいもん。あ、請求アリエスあげますよ。いただくざます。まだマンドラゴラの傷が癒えてないんですけど。なんかいいもんくれるんでしょうね、マンドラゴリも。お詫びはその飯付けが受け取れてます。宣言。マンドラゴラ買えねえよ、これじゃ。マンドラゴラスターターデッキがよ。1000ギルなんかじゃ。1万ギルつまんかまじ。さあ、あの女騎士帰ってきたであります。カードゲームの総本山ほい。ねえ、なんで総本山あんのに私マンドラゴラ全部略奪されてんの、マジで腹立つ。回線ほい。もういいよ、やるよ。今日はカードゲーム一辺倒でいく。あー、マジマンドラゴラが。1M11 って超強くないか。あーだ、うちのドラゴンデッキでいくしかないな。1M10、よし、OK。なかなかしぶといな、この戦いは。渋くいった方がいい。ここだな、まず。ミイラで植えとるか。だ、マンドラゴラマジでこれ持ってないと話になんない。負けたんだけど。これ勝てるだろ。はっ、嘘。え、うちのなけなしのドラゴンまで持ってくれちゃう感じ、これ。はあ、あ、ミミックか。ミミックなら別にいいんだけど。できれば方向が多いやつの方がいいな。あ、これリザードも強いな。で、黒浦持ってくか。この陣形は結構渋いとこって攻めてきてんな。まあ、まずここに置くか。全方向完備。だからマンドラゴラがないとマジで話にならん、ここ。マンドラゴラには触れないことにする。お、そのカードも強いねー。あー、もういっても触れないカードになってしまった。でーい、はあ、なんも思んないな、このゲーム。帰ってきた。名律コテンパンにされて帰ってきた。ちょっとおとなしくなったかな、これで名律も。急を据えられたんだわ。姫様、帰ってきましたぞ。私です。名律です。名律、カードゲームはどうした？そんなものはもうよしてください。700ギル。へえ。ここはオークション会場なのね。ここだったら白銀の針が手に入るかも。1600ギル。うん。なんだよ。あ、例のやつじゃん。相川の方では随分と世話になったね。マンドラゴラの傷がマジで深すぎる。後遺症になりそう、マジで。海が発生して。マジ合併症になるかもしんない、このまま。白銀の針のありかも探せないわ。なんというおっしゃりよう。でもどうやらここには白銀の針はないらしいわ。マーカスは。存じませぬ。マーカスがもうありかを見つけてるかもしれないわね。あれ、行かないの？また先に行っちゃうわよ。とんでもございません。自分もお供いたします。いや、オークションやろう。賭け事を楽しんでいこう。あの人どこかね。あ、なんだこれ。村正ちゃんが生まれた時に参列したんじゃないか。いいからオークションやろうぜ。マンドラゴラのカード。よし、本日の商品は絶品ミニシド。絶品動画の魔術師。私もやりますな。オークションの心得は古きから習わしとして叩き込まれていますのよ。さてと帰りますか。まあ、敵も出ないし、やることといえばカードバトルばかり。そりゃカードバトルにだって溺れるわね。頼もう。ドラゴンを飼っているのね。あ、これ武器屋じゃないか。あ、誰も何も使えるわけではないが。雷の杖で合成できたはず。一個ずつ買っとくか、一応。金はあるんだよな。下のモンスターは何？ナイト家の主人はそこにモンスターを飼っててね。強がった冒険者に挑戦させてコテンパンにするのが趣味なのさ。ぜひとも戦わせていただきたい。すっかり夜に飲まれてやがる。こっちは。おっとモグリ大丈夫か。犬に慕われている。お、モグリちゃん。私はここだぞ。僕たち、7ゲージだ、クポン。ああ、疲れたよ、私は。セーブさせてくれ。ああ。いつになったら治るんだろうな、この。あー、このマンドラゴラ合併症が治らない限りはちょっとテンション上がんねえ、マジで。賭博だよな、一種のカードゲームって。なんかモグリが犬と戯れてて可愛いです。おいらはドイロで呼びつぶれ、トゥルレ。でもカードバトルやめらんねえ。マンドラゴラの合併症はカードで癒すに限る。うちの最強ドラゴンちゃんが全部持ってかれてるからな。で、うちのリザードマンがまだ控えているよ。うちは、どっかの国と違って皇族を育てるのに、だいぶ力を注いでるんでね。ここに置かしてもらうぜ。ああ！ここはコンボ狙った方がいい場面だと思う。右だな。は？何負けとんじゃん、お前。ここ全部、ここコンボ狙わないとマジきつい。オッケーオッケーオッケー。そこ差し込んできたって無駄だよ。はあ、ここ取られなければ勝てる場面ではある。勝てるだろ。傷口が広がっていく。内科も外科も全部ボロボロ。マジ健康診断、びっかかりだわ、これ。ちょっと合成屋行くわ、一回。あー、行って、この傷、マジ。あー。合成屋はこっちやな。カードの傷は合成で直すに限るな。いいパッチ当ててもらってと。お、いらっしゃい。さーてと。お、いいわね、これ。火属性のアップ。まあ、全部作れるもん作っとくか。で、ガラスのバックルも作って。これでいいんじゃない？いいね、多分。武器はちょっとあんま作れなかったけど。もう話進めよう。でもなんかちょっと心が軽くなった気がする。肩の荷は降りてないけど、未だにまだ残り続けるけど、カードゲームとの確執はどんどん溝が深まっていくけど、この庶民の娯楽とは。それでいつ行くの？今すぐでもいいですか？やっぱりついてくるんですかね？ OK。じゃあ行きましょう。お待ちくださいませ。その先にボスが待ってるっす。ボスって、あなたたちの。そりゃそうっす。俺たちがボスって呼ぶのは一人しかいないっす。こっちは忠誠心熱いな。まあ、あるあるだよね。国の、近づくな、近づくな、お前！マンドラゴラくせんだよ！いいからお前は、カードのパックでも一生向いてろ、お前。カードの店頭に飾られてるパックの裏でもこすってろ、お前は。レアリティの高いカードだけすっぱ抜いとけ、お前。それじゃ行くっすよ。自分も同行するのである。貴様らが姫様悪の道に連れ込まぬよう監視することがこの命日の務めなのである。もう勝手にしてくれっす。まったくお勤めご苦労なこった。が、お前さん自分自身が一体何がしたのか考えたことあんのかい。貴様この命日をバカにするのであるが、自分は姫様アレクサンドリアに。ちってアイガーと一緒に行動してお前さんも変わってると思ったから。自分って言いながら自分のねえやつだな。今日本語の難しいとこ全部出たな。いいから行きましょう。自分が何を指してるのかっていう部分、外国人じゃ読解できなかったろうな。なると申して俺がオークション。これ絶対女じゃないのこれ。こんな際どい服着ることある？しかもこれ、膝上のソックスですよ。あの醜い、造女さえ視界に入らなければだけどね。僕の美意識を今にも破壊しそうだよ。奴らの存在はね。それはお疲れでございました。次は砂ネズミ狩りさ。もう少しこの美しいトレノで奴らの匂いを落としていきたいところだけどね。トレノの街並みさ、貴族とさ、なんつうの、貧民のさ、生活レベルが交互に襲ってきてたけど。かしこまりました。それでは準備を。急に下水道みたいなとこ通ったかと思ったら石造りのとこ歩かされたりしました。あれ絶対自分家帰るまでにお互いがお互いのさ領域にさ侵入しないといけないようになってるけど、ずっと心が進んでるわしは。なんだって？まさかこんなところで君に会えるとは。さすがに今日ばかりはこの僕の運命ってものを信じようって気になったよ。でも今はまだ君の羽を休める時ではないよ。君の帰るべき巣はここじゃない。君のママが待っているお家に帰るんだ。そしたら僕も優しく迎えてあげるよ。結構面白そうじゃないか。こいつと村正ちゃんの二次創作結構見たいな、もう。とんでもないことになりそうだ。とんでもないことになっている話が好き。流れていく。なんだ、村正。一体自分は何をやっているのであるか。盗賊どもに組みするような真似までして。いや、耐えるのだ。アルデバード名律よ。名が表してると思うけどな、お前の今の生き様を。アレクサンドリアにお届けするのが自分の任務。なんかさ、工場で作られてる、あんこよりもなんでこいつの方が思考がさ、偏ってるんだろう。女王陛下が非道なことなどなさるはずがない。あんこの方が柔軟だぞ。きっと何かお考えがあるに違いないの。あんこも粘液みてえなもんだからな。粘度が高えから柔軟性高えね。自分がない。お前は、だというのに甲冑なんていう。鉄を溶かして型にはめたものを着ているから型にはまっているんじゃないのか。情報以下のお考えなど理解できるはずもない。盗賊不正の言葉など気にすることはないのだ。ただ姫様をお守りしたアレクサンドリアに。もうあいつに会うこともないのだ。そう、あいつがいかんのだ。あいつが姫様をかどわかし。相川が悪いのよ。相川が私のこと子供扱いするから。これデュエット曲交互にいっぱい同じこと喋ってるけど。白柄の針を探すなんてこと。そう。どうして私、こんなことを。ブランコを助けるため、私を助けてくれたから。そうよね。助けてくれた人を助けるだけだもの。当たり前のこと。でも、私、そんなこと、考えたことなかったあれだから。今、私見えたから完全に。名律のとこに青いダイヤマークが書いてあるの見えたから。白銀の針はあるのであるか。ブツブツ言わずに探すっす。まあやるだけやるか。何のためかはわかん。おー、ここめっちゃお世話になったとこじゃんかよ。誰か来たっす。身を隠せそうにないな、ここ。なんだこれ。やれやれ、今日のような赤い月の夜こそいい観測の時だというのに。まさかインクが消えてしまうとは。さてやて。一体どこにあってやる。どうするっすか。ちょっと待って。姫様いけませぬ。どうも。まさか、お久しぶりです。トット先生。姫様、ガーネット姫様ではありませんか。まさか、トット殿とは。誰ですか。トット殿は姫様の家庭教師をなさっていた。それは、巧妙な学者殿なのである。明律にできることは補足を言うだけ、あと玉よけ。そのむやみに堅苦しい口調は明律殿ですな。お静かに、店の者が目を覚ましてしまいます。しかし姫様はどうしてこのような場所へ。話せば長くなるのだけど、いろいろあって、白銀の針を探してるの。決して欲のために盗み働く女だと考え、誰かいるのかい。まずい。お逃げなさい。白銀の針は後でお渡しいたします。トレの入り口より左に進むと回廊が続き、突き当たりまで行くと大きな塔がございます。そちらが私の住む家です。鍵を開けてお待ち申し上げておりますので、後ほど。わかったわ。ここはひとまず戻りましょう。じゃあ、トット先生。ありがとう。また後で。なんだ、トット先生だったのかい。もうすいませんな。記録用のインクを切らしてしまいましてな。気をつけてくれよ。店の者を殴したら俺が怒られるんだから。トット先生。非常勤これ。姫様。薬局にいる薬剤師みたいな感じ。あれって結構屈辱的なことなんじゃないの？薬剤師になったのにみたいな。まあ、知らんすけど。そのポッポってのが白銀の針をくれるんだな。トットス。エプション。トットだがトントンだがトットコトットットだがこのタンタラス団がお情けをかけられるたーな。まあいい、それじゃあまだお店様のにも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 にまだ終わんないっすか。お姫様がいなきゃおめえなんぞに白銀の針はくれねえだろ。っていうことでお姫様白銀の針のティッチのところまで頼むぜ。チッチ。言わなくてもそうする。あと、トットよ。まあ、とりあえず一休みしてから行きな。そのピッピンもそうすぐ準備はできないだろうね。なんか、マーカスが横から第三者視点でツッコミ入れてくれてた。マーカスのことは高く買ってる。用がねえんなら帰りな。今から用ができた。たった今用ができた。くそ、やめらんねえ。はい、待って、めっちゃ血出た。耳から。まあいいか。やるだけやってみよう。うちのドラゴンもつい。とうとうついに一匹です。さあ、このバラエティパックで戦わせてもらうよ。お前がマンドラゴラとドラゴン出してきたとき、私の顔がどんくらい屈辱に滲むかを想像してみな。もっと強いカードがこの世にはいるってことなのか？まあ、ドラゴンで潰すか。いつも簡単なゲーム。強ーい！ちょっとマジでもう私から何も奪わないでくれ。お、簡単に勝ってたぞ。私から何も奪わないでくれ。なんだこのカード激戦区は。奪わないでくれ、私から。何もできないゾンビくん。やめてくれ。ああ牙を抜かれた。完全に追いはぎです、これは。カードの追いはぎ。それ以外に定義のしようがない。トレの出て左だっけが。もう何も覚えちゃねえ。カードの傷は合成で癒し。合成で得た傷は、合成で傷を得ていたのか。もう何言ってかよくわかんねえ自分でも。